どうも藤森チャンネルです。さあ今日は、はい、ハワイゴルフ第2弾です。やりました、ありがとうございます、はい。ゲストは大西ライオンさん、お願いします、はい、お願いします、まあ、前回、氷なゴルフクラブというところでもう、やりました、大敗を喫した私でございます、はい。どうしてもこのハワイにいる間にリベンジをしたいなということで今日再戦を申し込んだんですが、やはり、はい、ライオンさんとはもうやはりまだ実力の差がねかなりあるということで、ちょっとありましたかね、マッチプレーでやってもなかなかチャンスが来ないということで、はい、今日は、はい、私が、うん、もう友人ですね、ご友人、強力な助っ人を、あ、そうですか、お呼びしております、はい、早速ご登場いただきましょう、はい、この方どうぞどうぞ。あ、こんにちは、キャメロンディアスです。はい、キャメロンディアスさんこと、はい、プロゴルファーの最近ミキさんです。いや、お願いします、ありがとうございます。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。もうね、ハワイにちょうどいらっしゃって ね、はい、はい、ありがたい、こちらにも長いこと滞在してるということなんで、はい、うん、お呼びしました。はい、ちょっと助っ人がひどすぎないですか。何ですか。強すぎるやんか。いや、もうめっちゃ強いプロですよ。どんな手を使ってでも大西ライオンに勝ちたいんで。はい、はい、最近ミッキープロ、ちょっとプロフィールでご紹介させてください。ツアーは7勝、はい、すごいよ。ツアー7勝の実績を持つ佐伯さんでございます、はい、今はね、解説のお仕事なんかもされてまして、そうです。あとプロたちをね、はい、教えられたりもしてます、ね、育成もしてね、まあ、すごいんです、まあ、正直今レギュラーツアー出ても、はい、正直めちゃめちゃ普通に戦える、そう思います、本当に、はい、そんな方なんですけれども、もうはっきり今日はつまり言います、ルール、お願いします。大西ライオン VS 佐伯藤森ペアでえぐいな、やります。はい、でまあ、ベストボールにしちゃうと、はい、ほぼライオンさんとミキちゃんの対決になっちゃうと思うんで、うん、確かにそうよね。9ホール、はい、回った後に、うんうん、我々のスコアを足して2で割ったスコア、なるほど、面白い面白い、はい、はい、ライオンさんと、はい、わかりました。ちなみに今前半やってまいりましたけども、はい、ライオンさんが3オーバー3オーバー、はい、私、8オーバー、はい、そしてパープレー、パープレー、パープレーですから負けとるやないか。足すと負けてるね。そうなんですよ。だからもう頑張んないといけない、ちょうどいい感じかもしれませんね。だから、はい、これでいきましょう。わかりました、では行きたいと思います、はい、シンゴのチャンネルから行きましょうか。そうですね、はい、よろしくお願いします。ちなみにコースが今日ここホアカレー、はい、ホアカレーカントリークラブの10番ホール、はい、後半でございます、はい、よろしくお願いします。短いですよ、306ヤードパー4、はい、風はフォロー、ありがとうございます、お願いします。さあ、まずは最近プロから、頑張ってよ、はい、頑張ります。怒られないように頑張ります。さあ、完璧、ど真っ直ぐ、綺麗なフォーム、相変わらず、よっしゃ。さあ、続いて、2人目はライオンさん、はい、いいねーぞ、しゃあ、大丈夫そう、よっしゃっし、ミキさんが足を引っ張るわけにいかない。そうだよ、シンゴさん、頑張ります。引っ張るなら結構引っ張ってね。足長くなるぐらい。中途半端が一番ダメだから、はい、頑張ります、はい、おお、バイタね、バンカーやめて、やめて、バンカー入ったね、バンカー、あ、出たかも、あ、あれ出たか、出た、出たか、ゴーデンも一回戻ったか、どうかな、ちょっと巻いちゃったな、左に、てか、ありがとうね、今日はこんな対決に呼んでしまって、いい、まあでもね、ライオンさん上手だよね。いや、ライオンさんうまいよ、もう、しかもマナーが素晴らしい、やっぱゴルフの、ゴルフ愛がすごい、ゴルフ YouTuber だと思う、クラブをね、ちゃんと毎回拭く、はい、もうこの藤森くんのクラブ、はい、マジ汚いんです。やばいから、すみません、私は愛がない、ゴルフに愛はあります、好きなくせに、愛しかないです。あ、出てるんじゃない、俺バンカー出た、出た、いや入ってるわ、でもこれだったら、あ、やっぱ入ってたか、まあでもでも近い、オッケーオッケー、おー、うまい、いい音、ゴー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 、めっちゃいいんじゃん、これ、おーい、うまっ、近い近い近い、ナイス、ありがとうございます、すげー、ミキさんやりましたよ、すごい、ミキさんに貢献できるように、今のは良かったですね、めちゃくちゃ
音良かったですね。え、すごいな、綺麗に打ったな。あれはすごい、教えてほしい。ナイス。しかしいいね、このホアカレーゴルフクラブ。うん、ここは結構もう現役の頃から、まあ、現役というかツアーをやってる頃は練習できてたの。来てましたね、お父さんがメンバーなんで。あ、そうなんだね、はい、もう練習場もいいからプロゴルファー多いですよ今日。だって朝金谷いたでしょ。びっくりしました、金谷プロいて。行くよ。あー、これはいけん。落ちたかも。ちょっと落ちた向こうに、うん、5、5、おし、よしよしよし、これはまあ間違えちゃうかな。3人ともバーディーチャンスなんですが、ライオンさんがめちゃめちゃ近い。いや、よっしゃ、ナイス、ストライ、オッケー、こんな OK くれるんですか。やばぴよ。はい、大丈夫です。それはもうだって外さないですもん。緩んでる、緩んでるよ。ノーケー。でももう一回緩んでますね。もう一回緩むな、俺。緩むな、ひるむな。最低でもパー取れよ。あオーケー、始めます。はい、ボギーです。はい、また使ってんな。いや、そうなんすよ。スコッティ・キャメロン、ハワイで買いましたね。ハワイで買いました。いやー、惜しい。いやー、ナイスパー。くそ、やっちまった。さあ、ということで10番ホール、はい、ライオンさん、そして佐伯プロ、はい、パー、藤森ボギー。はい、まあまあまあ、まだね。今平均取ると負けてます。平均取ったら確かにね、今ね、ええ、今だって 4.5 ですから。そうですね、はい、はい、まだまだ分かる。ごめんなさいプロ。もう俺ハワイで6ラウンド目です今日ゴルフ。やばいよね、私よりやってる。もう楽しすぎちゃって、で1回やったよね、うん、ただね、この6ラウンド中に実はなんと1回だけ勝ったんでしょ。はい、これ右、ライオンさんに人生初、初、人生初、勝ちました。あのホノルルカントリーで。あ、ホノルルカントリー、そう、1ですね。1打差で勝ったんですよ。すごいじゃん。ライオンさんめちゃくちゃ悔しがって、こんな屈辱は初めてだって言ってた。そんなにくっせーっつって。そんなに嬉しかったな。でもね、その前のあのコーリナでもう10打差の大敗してるんで、てか僕はもう50叩いちゃった。さあ行きましょう。負けるわ。ここは11番。はい、11番、ここも綺麗なホールで、左が池なんですけど、はい、ワンオンも可能な、とっても綺麗なパー4です。ワンオンが可能な綺麗なホールでございます。さあ11番ホールは271ヤードのパー4、短いチャンス。シャー、ナイス、いいね、ナイス、おー、オーケー、あ、近い、ナイス。いい、いい、いったぞ。バンカー、ゴーゴー、ちょっとバンカー方向か。あ、バンカー手前だね。止まった、ナイスショット。もうちょっとね、ゴーシンゴー、ゴーシンゴー。おー、いいんじゃない、ま、これ巻いてる、キャリーキャリーキャリー。おっ、あー、危ない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 、止まった止まった。もうちょっと見ていきましょう。危ねえ。これあのスイング。大丈夫、あのハワイはワニいないから。大丈夫か。ラフですね、深いね。
これいけるか。怖えなこれ。足こんな沈んでる。いや怖え怖え。そこ怖え怖え怖え。怖えな。それ一気に中じゃないの？大丈夫か。これギリ。ギリセーフね。危なかったわ。いけるかな。これ怖いんだな。どっからがもう。確かにどっからがいけるかわからないからな。すげえ大変だ。こういうのでなんか見たことあるんだよな、面白いムービーで振った後にそのまま落ちるみたいな。そうだね、ズボーって入る。振れるか。うわ待って、これまやばい。え？そう。行きます。はい。いやー。うわー。すごい下いた。いい入り。近い、止まる。あ、止まんない、止まんない。あ、いや、ナイスです。でかいか。止まれ。うわちょっとラフやったか。止まれ止まれ。うわやばい。あそんなに行く。でかいな。でかいぜ。これプロこうどうしたいですか。これアドレスがかかればドロップです。じゃあアドレスかからへんかったらもうここ打つしかないですか。いやでもこれヘッドのあれでかかるんでどっちでもですね。これはどっちでもいいんですか。でもなんかこっちは変わんないからどうですか、うんうん、私だったらそのまま行くかな。私もそのまま行けそうな気がするんです。大丈夫ですか。心配ないさーさっき言うじゃあ行きます。止まれ入れ止まれ入れ止まれ入れ忙しいな。強い。ゴーガモガモイエーイナイス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 バレーありがとうございます。うまいやすごいよ。素晴らしい助っ人だダボです。ダボパパッと。よし、うん、ナイスパー。ありがとうございます。よしパー。最近ミキプロバーディーです。おめでとうございます、はい、ありがとうございます。ライオンさんパー、藤森ダボ。はい、はい、ということは私1アンダー、シンゴちゃん3、2の1オーバー1打負けてる感じだね。ごめんで済んだら警察いらぬすいません。ちょっとねなんか今日パター弱気じゃない。パター弱気ですね、うん、いつもめっちゃうまいんですよパター。あら嬉しい。いやすごい入るのになんかどうした。でも本当にやっぱりこの言い訳じゃないですけどやっぱホアカレーうん、めちゃめちゃむずいっすよね芝が。まあまあ池がいっぱいあるからそこに向いてるんですよね目がね。確かに。でラフ入ったらもうねすごいよねラフこれ。これねイメージがないんですよ。すぐねこう沈んじゃうんですよこうやって。こうやってこれやばいから。どうやって打つんすか。もうこれは諦めるしかないえそうなん。そうだよ諦めるしかない。これもうこのここやったらまだ打てるじゃないですか。はい浮いてたらですね。そうそう。でもこっち側はもう打たれへんじゃないですか。もうそれ諦める。こういうとこにすぐポンと入る。そうそう入るのよ。こうやってこうそうそうそう。まあまあ、前空いたから行くよ。あすいません姉さん姉さんすいません熱くなっちゃった。いいよ。風にも風にちょうど。うわー近い。うわ近い。入るある。あれ？いやわからへん。え入るの？怖いって。ちょっと。あ入ってない。あよかった。びっくりした。めちゃめちゃ近い。入ってないけど近いと思う。
いや、えぐい。これもいい。いい力感。行ってるぞ。おー、ナイスナイス。真ん中らへんね。よしよしよし。真ん中らへんけん、いいよ。オッケーオッケーオッケー。いやー、壁だいぶ右。壁戻れ戻れ。オッケーオッケー。あー、オッケーオッケーオッケー。花道ちょいこぼれ。ここバーディーで、うん、僕がパーだったらまだこれまた追いつけますか。可能性出てくる。はい。いや本当にこっからが難しいんですよ。アーメンコーナーが始まるから。そうなのよ。本当に池がすごいから。そう。わあ、オッケーだ。うわあ、これはもうオッケーでも。惜しい。これは惜しい。いやもう入ってるわこれ。ちょっと見に行こう。入って欲しかった。ねえ。いやそのもう前代未聞ですよ。ほんま YouTube で。すげえなプロ。すごいよ。見て。見て。えんちゃん。これはえぐいわ。完璧な OK。 完璧。はい。はい、OK です。OK 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 です。ありがとうございます。はい。パチ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 。素晴らしい。あ、じゃあ。息を。ナイス。ありがとうございます。連続バーディー。はい、ありがとうございます。連続バーディー。ですね。ありがとうございます。なんか、簡単に連続バーディー。本当だよ。怖いよ。バンキャ何やってるん。あすいません。ちょっともう俺下手くそだ。すげえ下手だ。もう嫌になる。あー止まらない。あ、止まった。やっちゃってる。ひどい。20万円タッチ。うまい。よし。ああ、ちょっといったか。あっちゃ。俺打っときます。いや、いや惜しい。やって終わった。はい。ああ、くそ。はい、入れ、入れ、入れ、うまいけど、うまいけど流れる。オッケー、オッケー、オッケー。もうついてるか。オッケー、ありがとうございます。はい、トリ、はい、ボギーダボ、トリと来てます。次はもうやだよ、俺こんな動画出したくねえよ、俺ちくしょう。次、ロングだよ、ロング。ロング、うん、すいません。これ 6と2で8割ると4。あ、ここ耐えてます。答えてます。さあ3ホール終わりまして、はい、私6オーバー、はい、1オーバー、1オーバーの2アンダー、2アンダーということで、はい、合計すると1対2。1対2で負けてます、はい、すいません。佐伯プロ、ここから頑張ります。はい、でもこのルールちょうどいいですね。ちょうどいいですね。続きはライオンさんチャンネルで、わかりました、お送りしますので、はい、引き続きハワイゴルフお楽しみください。はい、よろしくお願いします。すごい怒られてます、カートで。全然怒ってない。全然怒ってないよ。あ、痛い。 ありがとう。ようこそフィレッジへ。